ミ君の,の教育について、特に何かこう、えー、なんだろう,こう、これは必要だとか、これはやらないとか、えー、なんかそういったこう気をつけてることって、どんなことですかまあやっぱりあんまり自分が嫌だったなっていうことはやらないようにしてるんですよね、だから自分、学校にいたときに何が嫌だったかなと思ったのは、やっぱりこう決まりきったことをやらなきゃいけないとかですね。 あの自由に考え,ちゃえ,考えなくて、この回答例に沿いなさいっていことを言われたのは非常に嫌だったので、それはもうあんまりしたくないなと思っていて、まあ、自由に考えてくださいということを心がけるようにはしてるんですけど、まあ、なかなか難しいですよ、ね。<laughs> 自分が親になっちゃう、教えるようになっちゃうとなかなか難しいんですけどえー、そうですね。あとはまあ好きなことを見つけてもらう。いろんなことやってもらって、なんか本当に好きなものをね。 見つけてもらううとということだからうちはあんまりネットを使うのもゲームもまあテレビ見るのも別に特に規制とかしてなくてまあ好きだもんを見てくださいと遊びに行やるときもまあ好きなね遊びやってくださいっていうふうにしてるんですけどはい、はい、なんか他ののお宅だともうなんかテレビはね10分だけとかなんだスマホはさっちゃいけないとかなんかスクリーンタイムはね1日30分までとかきっちり決めてるみたいなんですね、まあ、あのお宅伺うと。 寝る時間ももうきちっと決めて、はい、ご飯食べる時間も10分単位で決めてるんですよ、他のお宅って。10分単位うわー、えー、もう ?6 時40分からご飯とか、なんか家になんかタイムテーブルが時間割りがあって、遊びに行って貼ったんですね、<ー>壁とか冷蔵庫に。それ学校みたいですね。いや、学校みたいにやってるんですよ、他のインド系とか中国系のお宅とか行くと。びっくりしちゃって。はそはいうはい、はいえー、家の子がうちに遊びに来くと、う、ま、ち、あ、はそういうのはないから、自由にやってて。 まあ、壁に落書きしたければ、勝手にしてちょうだいっていう感じなんで、いや、無事無事なんですけど、自由だからね、気楽でいいっていうののことを言われます、ね。ええ、まあ、でも、ゲームとかも、おそらく、そのゲームを、まあ、あの、あまり心よく思わない親も。えー、でただ、そういったところの子供は。 友達のところでゲームができる家に集まりますよね。そうみたい。そう、中みたいですね。で、今今の子はゲーム始めるのが私の時よりも早くて、いや、すごいですね。見てると早いです、ね。もう早いし、うん、昔のゲームよりももう全然情報量が多くて、複雑なんですよね。<laughs> フォートナイトとか、あのー、マイクラとかみんなやってるの。もう幼稚園児がやってるんですよね。 ロブロックスってあのゲームの中で開発が自分でできるんですけど、あれやってる幼稚園生とかなんですよね、小学校低学年の子とかが。自分でゲームのバ、ー自分で作っちゃって、アイテムとか売ってるんですよ、彼ら。りなんかそのやり方も、ね、なんか動画で自分で勝手に探してきて、ではいはい、全部子供だからスペリングできないじゃないですか。はいはい、で音声で入力して、検索して。 で大人とかその中高生がやってるのを見て学んでそれをコピーしてやってるみたいなんですね。えー、そうなんですね。ええー。いやあのねえー、っとどこだっけないとね四国のどこかの県で、えー、っと条例が、ね、できたんですよあ<ー>それはあの、まあ、いわゆるスマホとかゲームをやる時間を条例で決めたんですよ。 あ結構それは大騒ぎになっちゃってあ<ー>そんなものは国が国っていうかそのあの自治体が決めることではないとあ<ー>いうことになってしかもその時にねかなり不正があったらしくてあの不正というのはあ<ー>県議会のにあのいろんな人が意見を言うんですね。あ<ー>で,で賛成です反対ですみたいなものをたくさんファックスで送ったりするんですけどあそっか E メールとかで送るんですけど。 えー、大量にですねその条例に賛成であるという意見を送が送られてきたのが文面がね全部同じだったりするんですよ。<laughs> <laughs> ダメですね、ええ、AI でもうちょっとこうバリエーションをつけて自動生成をしないといけないですよね。そ,そ,それがばれちゃって、ばれちゃって、つまりパブリックコメントでこんなにみんながこの条例に賛成してるからっていって可決したのに、えーまあ、どうもそれがやらせだったみたいな話になっていて、<ー>この問題、だから結構、ゲームとかスマホに対するこうなんでしょうスタンスって、今ね、結構日本で問題なんですよね。えー なんか染みたいですねでで。僕はやっぱりそれ見てて、あのー、感じたのは僕自身はあの小さい頃は、まあ、ゲームないわけですねいわゆる現代的な意味なで今存在しないので<ー>、えー、ようやく大学の時にインベーダーゲームというですね。そうですよね時代的にそうなりま ああれがまあ出てきたたそういった時代ですよね、えー、だから当然まあゲーマーではなかったんですけど50歳になった時にゲーマーになりました。ああそうなんですちょっと僕は晩婚だったもんで40なんかも結婚したんですけど、えー、そこからちょっとだいぶ影響を受けた結果あ50歳じゃないやだからその40代から代受け始めてっていうのは妻がゲーマーなんですよ。 あででまあの一回り離れてるんですけどあ<ー>、うん、そこからね実ははまってしまって相当ねやりましたねだから50歳からとにかくあ「珍しいパターンのことですねファイナルファンタジー」とかもねどん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 やっちゃって<ー>やっぱりコンプリートするのに100時間以上かかるじゃないですか。 作家家業ですごい失敗が溜まってるのに、えー、とにかかくゲー結構ゲームは肯定派であのいやゲームは何て言うか、まあ、僕はゲーム IQ っていう名前をつけてるんですけど大体<ー>僕が、ね、行き詰まるとで次の展開にうまくいかれないのに妻に聞くと、ね、いやそれはこうするんじゃないっていうふうに提案される。あ だから僕はゲーマー級が低いんですよ。ええ、であとね、マルチタスク能力ですね。あ<ー>同時にいろんなことをやる能力がやっぱりゲーマーの人はね、<ー>結構、作れてます。うう現在はね、おそらく大部分の脳科学者からーゲーマー、ね、決して悪くないっていう、そういう立場だと思いますよ。 そうですねだと。ゲームの中の,あの言葉とか文章も読んでるので、ではっきり言って教科書を読ませるよりゲームの中のなんだスクリプトを読,読ませた方が早いんですよでまたなんか子供も熱心に読んで、なん,でなんかね、昔の子供とかほかの子見てると、どうもやっぱりゲームの中から言葉を覚えてるんですよ、そうですよね。テレビじゃないんですね。もうねええ だからゲームでもなくて、ある程度まではやればやるほど頭がよくなると、これはね、おそらく脳科学的な事実だと思うんですね。で、まずいのはね、おそらく、中毒になっちゃう場合ですね。あ、これはよくないんですけどね。中毒になるというのは、ただそれはゲームに限らないわけで、パチンコだってそうじゃないですか、マージャンだってそうなんで、なんでもそうなので。 基本的に全部中毒になってそれに依存しないといくなくなると、えーえー、まあちょっとまずい側面があるんですけどそれ以外はね基本的にいいと思いますねゲームはねうんだからそこら辺も学校の先生を見,見てるとあまりこう理解せずにつまり自分がゲーマーじゃないからゲーム全く分かってない状況でゲームを否定しちゃうから、えーえー、それはやっぱりね教育的に良くないかなと思いますねそうですね。